ドイツ語初版本、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神は、ドイツの社会学者、マックス・ベーバーによって1904年から1905年に表された論文。大学教育現場などでは、プロリンと略する。プロテスタントの世俗内禁欲が資本主義の精神に、1998年に国際社会学会が選出した20世紀の名著トップ10では、 第4位となっている。1930年には、タルコットパーソンズによって英訳され、ザ・プロテスタント・エセック・アンド・ザ・スピリット・オブ・キャピタリズムの代でアメリカで出版された。オランダ、イギリス、アメリカなどのように、カルビニズムの影響が強い国では、非合理性を持った合理主義によって、近代資本主義が発達した。一方、イタリアやスペインなどのように、カトリックの影響が強く、 実践的合理性の顕著な国やドイツなどでは資本主義の発達が遅れた。これは偶然ではない。資本主義の精神とカルビニズムの間には因果関係が存在するのである。ここで言う資本主義の精神とは単なる背景主義や利益の追求ではない。合理的な経営、経済活動を非合理的に支えるエイトスである。ベーバーによると以下のようになる。 カルバンの予定説では、救済される人間は、あらかじめ決定されている。従って、人間の努力や、善行の有無などによって、その決定を変更することはできない。つまり、善人でも救われていないかもしれないし、悪人でも救われているかもしれないのである。また、人間は、神の意志を知ることができない。従って、自分が救済されるのかどうかをあらかじめ知ることは、できない。 予定説における決定論は仏教における因果論とは正反対の論理である。因果論においては善行を働けば救われるのであるから人間の神や仏に対する働きかけによって救済が可能である。しかし、それはある意味では自分が救済されるために神や仏を道具として使うことである。そのため、それは神に対する冒涜である。 そこで、カルバン主義では、神の絶対性を守るために、予定説が採用された。そして、予定説においては、神は、人間の行為や意志に一切左右されることなく、絶対先生君主として、振る舞うのである。予定説によれば、善人でも救われていないかもしれないし、悪人でも救われているかもしれない。となると、人々は悪事を働きそうなものであるが、 実際にはそうはならなかった。キリスト教においては、人生は一度きりであり、仏教のように何度も生まれ変わるということはない。そして、死後に再び肉体を与えられて、最後の審判に臨むときに救済される人間として選ばれなかったものは永遠の地獄に落ちる、あるいは消滅する。そして、そうなってしまえば、救済や復活はもう二度と起こらない。このように、 善行を働いても救われるとは限らない。また、自分が救われているかどうかをあらかじめ知ることもできない。そして、もし選ばれていなかったら自分は永遠の地獄に落ち、二度と救済されることがない。このような予定説の恐るべき論理は人間に恐怖と激しい精神的緊張を強いる。そして、人々はそこから逃れるために神によって救われている人間ならば、 神のお心にかなうことを行うはずだという、元と果てが逆転した論理を生み出した。そして、一切の欲望や贅沢や浪費を禁じ、それによって生まれたエネルギーのすべてを信仰と労働のみに集中させた。こうして、人々は、禁欲的労働というエイトスを生み出したのである。そうして、人々は世俗内において、 信仰と労働に禁欲的に励むことによって社会に貢献した。そして、この世に神の栄光を表すことによってようやく自分が救われているという確信を持つことができるようになったのである。しかし、禁欲的プロテスタンティズムが与えた影響はそれだけではない。禁欲的プロテスタンティズムは利潤の肯定と利潤の追求の正当化を生み出した。つまり、 金儲けに正当性を与えたのである。それまで金儲けは高く評価されるものではなかった。そしてプロテスタンティズム、特にカルバン主義は最も禁欲的であり、金儲けを強硬に否定する宗教であった。金儲けに正当性が与えられない社会では、金儲けは当然抑制され、近代資本主義社会へと発展することはないはずである。しかし、最初から、 理順の追求を目的とするのではなく、行動的勤欲を持って転職に勤勉に励み、その結果として理順を得るのであれば、その理順は安くて良質な商品やサービスを人々に提供したという臨時愛の実践の結果であり、その労働が神のお心にかなっている証であり、救済を確信させる証である。このようにして皮肉なことに、 最も金儲けに否定的な金欲的な宗教が金儲けを積極的に肯定する論理と近代資本主義を生み出したのである。人々は結果としての利順の追求に励むことになる。利順の高は臨時愛の実践の証であり、救済を確信させる証である。そのため、多ければ多いほど望ましいとされた。そして、より多くの利順を得るためには、 寸下を惜しんで勤勉に労働しなければならない。そのため、人々は時計を用い、事故の労働を時間で管理するエイトスが成立した。このことを端的に示すことわざが、字は金なりである。厳格な時間管理の意識は、近代的な価値観の特徴の一つである。そして、スイスなどのプロテスタント圏で、時計産業が発達したのも、決して偶然ではない。 それまでの人類の労働のあり方は、南欧のカトリック圏に見られるように、日が昇ると働き始め、仲間とおしゃべりなどをしながら、適当に働き、昼には長い昼食時間をとり、午後には昼寝や間食の時間をとり、日が沈むと仕事を終えるというようなものであった。つまり、実質的な労働時間は短く、おおらかで人間的ではあるが、 生産性の低いものであったのである。しかし、プロテスタンティズムは日常生活のすべてを信仰と労働に捧げる世俗社会の修道院化によって人類の中に眠っていた莫大な生産力を引き出したのであった。また、サクラメントなどの非合理な呪術、魔術は救済に一切関係がない。そのため、そういったことは禁止され合理的な精神を育てるようになった。 節約のために収支を管理して合理的経営を行うのに不可欠な複式簿記が導入された。また生産性を上げるために科学的合理的精神に基づいた効率の良い生産方法が導入された。金欲的労働によって蓄えられた金は消費によって浪費されることなく貯蓄された。資本蓄積では古典的資本主義とは違って 獲得された資本が、在家財宝などの形に置き換えられる。そのため、資本は、資本としての本質を既存されることなく、向上的資本という性質を獲得した。そして、利順追求のために普段に再投資されることになった。このように、プロテスタンティズムが生み出した、勤弁の精神や合理主義は、近代的、合理的な資本主義の精神に適合し、 近代資本主義を誕生させた。こうして、プロテスタンティズムの信仰が、結果として、近代資本主義の誕生させ、それを発展させた。しかし、近代化が進展するとともに信仰が薄れてゆくと、宗教としての色彩が弱まり、利潤追求自体が、自己目的化するようになった。また、うちからの動機に基づくものであった、利潤追求が、 外圧的な動機によるものに変貌していった。そして、専門官僚性と合理的法律を持つ合理的国家に支えられた現代資本主義社会では、外圧的な動機づけによって、それに適合した人間と資本主義の精神を再生産しながら動き続ける。ただし、それは人々の内面的な動機によって支えられたものではない。そのため、そこに、 現代資本主義社会の存続の危機があるのである。現代社会に生きる我々は知らず知らずのうちに宗教的な生き方を強制されている。現代社会で当たり前とされる労働のあり方は地理的歴史的に見れば決して普遍的なものではなく極めて特殊で地域的時代的宗教的なものなのである。大塚久雄によると プロテスタンティズムの職業倫理を喪失した結果、イギリス病が生まれたとしている。職業倫理を喪失した資本主義は、英立追求の精神のみが、人々の間に外圧的に存在することになり、健全ではないとして、その復興を呼びかけている。この大塚久夫の論に対し、自身の弟子である山内康氏は、ベーバーが考えたのは、禁欲的プロテスタンティズムと、 資本主義に内在する非人間的側面への批判であるとしている。羽生達夫は、マックス・ベーバーの犯罪、倫理論文における資料操作の差術と知的誠実性の崩壊において、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神での記述の資料引用の恣意性や手抜きを指摘し、プロリンはでっち上げであり、ベーバーは詐欺師であると激しく批判。この著書によって、波乳は、 山本七平賞を受賞した。ベーバー研究者の折原博士はこれに対して、羽生のマックス・ベーバーの犯罪における指摘自体に多くの錯誤があるなどの問題点を指摘し、学術書ならぬ際物本と強い批判を加え、ベーバー学の進めをはじめとする複数の反論書を出版した。ブックス・オブ・ザ・センチュリー。2012年10月10日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2015年2月21日閲覧。The Protestant Essex and the Spirit of Capitalism。2015年2月21日閲覧。山内康史、日本の社会科学とベーバー体験、ちくま処方、1999年、羽生達夫、マックスベーバーの犯罪、倫理論文における、資料操作の差術と、知的誠実性の崩壊、ミネルバ処方、2002年。 折原博士、ベーバー学の勧め、未来者、2003年、梶山役は、戦前に刊行された、最初の日本語訳で、弊者は、ウェーバー研究者、詳細な工程を行っている。なお安藤英治編著、ウェーバープロテスタンティズムの倫理と、資本主義の精神有非核心書1977年がある。ありがとうございます。